何回も失敗しても、何回も失敗しても。で、今、講師の頃ちょっと見せてもらったら、少なくとも進めてます。確かに。はい。例えば、英語は今日ちょっとやろうかなと思ってるところをやってます。ですね。もう今日、本当はあんたたちのワークを出してもらって、そこをやろうと思いましたけど、やりません。変えます。あ、持ちの人はどうぞ出してください。持ちの人はね、持ってきてくれたんで出してください。使ってください。もうガンガンもう、勉強する人はもう関係なしにガンガン進めて終わらせてください、本当。とも悔しい。他の塾はワークやら仕事がないとっちゃ。俺は36年この仕事してきて、で、みんなに確かに、ウィンパスも持たしちゃうけど、あれは例えば自分が分かりにくいところを映像で見てもらうように映像配信ができる人はワークやさ。ですね。だからちょっと昨日ね、服との話とかしようってね。服とちょっと受けに行くっていう話で。で、例えば服と受けに行くってなったら、各ワークのウィンパスの前のところに1、2年の復習とかがあるわけよ。ですね。今度の加穂中学校は、理科は3年の単位は全然出ずに、1、2年の復習ばっかりだ。でもそれやったら、例えばその理科の1、2年の復習のところで、自分が弱い単位のところを見るとかね。もうすべて今ある道具とかを全部利用して、うまく使っていかんと、いかんわけよ。全然あんたは社会に出て絶対これリッチにならんすよ。今こんな生活、ぐーたら生活しようとダメですよ。はい。実は俺がリッチになってからいけばいいかってこと。少なくとも今までは普通のサラリーマンよりはちょっと良かったです。今までは、ここでもう一回乗り越えないか。俺、本当にマジな話、億万長者にやってます。もうこれちゃんと言っときます。はい。もう人は、今だから今、バネが縮んじゃってね。でこっからバンチコになろうと思ってるんです。俺の友達、俺63なんで、俺の友達みんな引退しよう。人生引退しよう。80何歳まで一応人生あるっちゃき。なんであと、ね、約20年間さ、なんもせんで家でじっとして草むしりとかせんばろ。ガンガン稼ぎに行くわ。で、あんたたちは貧乏な生活死にしない。と言うてわからないやつは、地獄に落ちろ。本当に。ね。俺は、成功してお前たちに見せる。その姿を見せる。ただ今はどんどん金使いよ。もうここだけ話。240万投資しな。240万貯金全部バン使い。次のため。で、車を買う人っておるやん。車買う人。好きな人ね。でも車ってね、乗った瞬間に価値って半減するの。半額になるの。新車で乗ったとしたら。だから、例えばフェラーリに乗ってても、何に乗ってても、お金を生み出しません。お金をどんどん使います。これは、そのお金を投資して、次の準備で勉強しようというところね。もうほんとダメ。もう、あんたたちみたいに若い頭があればいいけどさ、年取ってからネットの勉強とかなかなか難しい。失敗するかもしれん。けど、チャレンジして後悔をしたくない。何もせんで後悔するよりはチャレンジして後悔する。どうせ失敗するんだよ。もう一回勇気いいですか？今まで勉強習っちゃうとこ、全部今日徹夜してでもワーク新車行っちゃう。いいっす？ここに来る体力あるっちゃき。ね。でも帰ってちょっとでもとにかく進める。一番理想にしちゃうのは、反響をもらった時に終わっちゃうかないかん。何回も言ってきたわ。前から起用した時に。かっこいいやん。ね。またちょっと人が燃えちゃう時に出会うか。うわ、俺と言ったら。
じゃあ、ノートを出してください。ノートを出してください。今日は、ワークを持ってる人は同じようなワークのところをやってもらったら、はい、じゃあ行きまーす。ですね、最初に英語から行きたいと思いますので、英語をちょっとやりましょう。で、今レッスン1が終わって次のとこ行ってると思うんですよ。レッスン1のとレッスン2の間ぐらいですね。で、基本的に6月のだいたい中旬ぐらいにですね、期末があるところが多いんですけれど、ほとんど顔中も中3の単元しか出ないんでですね、ちゃんと安心しとっていいんですけど、ですね、レッスン2までが多いです、毎年。で、レッスン1とレッスン2なんですね、基本的に。中心なのは。レッスン1のポイントって何でしたか？あ、ごめんなさい。レッスン1のポイント何ですか？もうノートさっと書くんですよ。書くんですか？これも、青い方のノートに書いていってください。
でですね、受動体というやつがポイントなんですけれど、ちょっと受動体の話いきたいと思います。いいですか。はい、受動体いきましょう。受動体の形って何ですか。どんな形してますか。ユーロスプラス。ユーロスプラス。過去分詞ね。ユーロスプラス過去分詞でした。書いて、もう英語めっちゃ苦手な人、まず B 動詞が浮かばない人いるんですよ。5つしかないですよね。他全部一般動詞なんで、B 動詞以外全部一般動詞なんで、一般動詞って星の数ほどあるわけですけど、大げさに言うと。B 動詞って、はい、イズアムは、わずわしかないですよね。この2つがわずに変わって、こいつがわになりますよってことですね。ですか？はい。ということです。ですね。OK ですか？はい。じゃあ、ちょっとポイントいきたいと思いますね。例えば、この本は英語で書かれています。英語で書かれています。はい、どうぞ自分なりにやってみてください。多分このメンバー学校休まないで行ってくれてるでしょうから、少なくともこれぐらいの練習はしたはずなんで、この本は英語で書かれています。俺が書いてから書くようじゃダメよ。少なくともこの本ぐらいは書ききらな、もうあんた受験じゃないから。この本も書くらんかったらもうちょっと高校受けんでいい。もうほんと言わせてもらう。もう真っ白なやつがおるんね。もうそれが大嫌いでさ。大嫌いで、例えばボクシングで言うと戦わんとタオル投げようと一緒や。冗談じゃねえよ。ねえ。見に行ったやつ金返せ強いから。何もせんとば。すいませんとかでタオル投げてから失礼しますと帰りを待って。ありえんやろ、ね、剣道で言うたら棒打ちで出てって、ありがとうございました。失礼しますと帰りを待って。もう蹴飛ばしたわ、ほんとに。じゃあ行きます。はい。苦手っていうのはわかるんですよ。苦手とできる、できないは別なんですよ。苦手でもできてください。ディスブックス。ね、これは本は着しないですね、この本は。次です。書かれています。現在形でした。現在形。is or noのどれかですよ。ですね。is ですね。単数形ね。まず、こいつってもう決まっちゃうやん。愛の土地しかないやん。だから実質 is と are しかないっちゃう。これ is なんですよ。be 動詞。さあ、ポイントは write、書くというね。write、書くという動詞の過去分詞が書けるかどうかということです。何ですか？リットンです、リットン。ここでリットンさえ書けない人がいるわけよ。はい、これで書かれていますね。ね。さあ、何なんでっていうときは次、そこは二つ目のポイントです。何なんで書かれてる、何ですか？そうだ！そうそうそう、いいんですよ。はい、in English。ね。はい。練習してください、どうぞ。もう特にリットンとか掛け合った人はもう100万回でしょうね。はい。もう、リットン、リットン、リットン。家帰ってリットン。はい。晩飯食ってリットン。風呂入ってうんちしてリットン。ボットは違う。全然違う。はい。そうそうそう。いや、まあいいやん、ずるよりずるっちゃ果てしなくて、その場合。ね。
リットンでちょっと小さな穴が開いて、そこからドワーっていっぱいできるようになるかもしれない。もう俺ら人生残り少ないけど、あんたたちめちゃくちゃ可能性があるという。はい。ここで終わったらダメよ。ここで終わったら、本当。この本は英語で書いています。例えば、write 書くという動詞の過去分詞 written が書けんかったら、とにかく練習すればいいわけよ。何回もしようわけでしょ？何回もしよう。素振りなんだんだり。いいですね。部活を一生懸命しようって勉強言っちゃう。バカじゃん。部活で飯食えるのなかなか難しい。ねえ。はい、じゃあ2番いきます。2番。いいっすか。例えば、何なんでできてるってありましたね。何ですか。この寺なんでしましょうか。この寺は木でできて、さあ、書けるかな。2番です。もう今の日本語聞いた段階で書き始めると書くですよ。この寺は木でできている。シュラインは神社、神社です。そうです。テンプルですね。テンプル。はい、寺も一つしかないので水です。水です。ですか。何なんでできているっていうのは何ですか。何なんで。作られているうち書き換えましょう。この日本語をまず作られている。そうそう。できる。キャットが使えたら、ほんとね。キャットバス場合もいるみたいに、キャットが出てきた。いや、できるや、キャンでしょうとか、わけよ。作られている。作られている。はい、何なんで作られているの何ですか？メール。メイド言わっちゃうよ。メイド？ああ、なるよね。メイドの後ろ。材料が目に見えちゃうやつは何やったメイド？オブ。オブ、そうそうそう。オブです、オブです。He's made of です。うわ、ヘボいね、あんたたちまだまだ女の方も。お尻にモンゴルハンドまだあるじゃん、青い。はい。ねえ。まだまだ。はい。何なんでできてる。何なんで作られてる。ね。で、材料が残っちゃうのがオブです。だから、例えば、木ってそのまま木でしょ。多分。あ、木でできちゃうって見たらわかるでしょ。材料がすぐ残っちゃうのがオブで、材料が残ってないのがフロームになります。例えば、チーズはミルクから作られるというときは、ね。ねえ、で、フロームになります。液体、ミルクって液体でしょ？チーズって固体でしょ？俺たち知っとうけんさ、知っとうけんミルクってイメージ湧くけどさ、何も知らん人がこれ、この固まっちゃうのが、前は液体やったとか、絶対想像できんわ。その時はフロン。ね。うん。ね。はい。ちょっと待った、ザが言ったかどうかだけちょっと気になったな。木でできている。ないね。ああ、ないね。ザ、ないね。お例題文、あった、あった。例題があった。うん、はい、いいですか？大丈夫ですか？だんだんで作られているんですよ。ね。もう一個あります。出そうなのが。今ちょっと出そうなとこやってるんで。あと一個。です。消しますけどいいですか？何回か練習しましたか？英語苦手な人練習しましたか？テンプルも知らん。ね、メイクの過去分詞も知らん。オフとかもオフやらもうほとんどみんな全滅やってる。ですね。なんだろう。B メイドオフです。あとでまたもう一回します。ね、繰り返したらできるようになりますので、いいですか？はい、じゃあその次行きましょう。その次行きましょう。ですね。これ。このまま行こうか。東京は。
3番ね、3番。東京は、世界で、最も、大きな都市。一つとして調べて、長げ。でも、長くてもですね、いくつかのパートに分けたらいいんですよ。おー、来たね、来たね。はい。なんなんとしてよね。これ、なんなんとしてで今言ってくれたけど、なんなんとしてが、アズナ。なんなんとしてアズナ。知られているのね。はい。そうですよね。東京駅、まず東京でスタートしましょう。東京でね。はい、変えてください、変えてください。わからない。頑張れ、頑張れ。で、これ一番最後でくっつけたり、これ一番最後で言っちゃう。世界で最も大きい都市の一つっていうのを後でつけたりする。ゴロー・オブ・ザ・ワールド世界中でしょ。なんなんの一つよ。なんなんの一つ。なんなんの一つ。しかも最も大きい位置何ですか。何級と言いましたか。最上級ですよね。ザープラス EST ですよ。だからこれたった1台ぐらいやけど、中身濃いっちゃものすごい。焼きちょっとあえて出させてもらいました。はい。ですね。これ多分、日中が使える問題集の中のワークの中の一つやったと思いますけど。はい、いきますよ。まず東京でしょ。東京でしょ。で、知られています。なんなんと知られて。東京は単数複数どっち単数、焼き、B 動詞は何で使いますか？伊豆なんですよ。これ伊豆ぐらい書けれよ、これは。ね、で、ノー、知ってるノー。ノー過去分詞は、うん、ノーですよね。そして、アズ。つまり、B ノーン、アズで出ました、重要表現。B ノーン、アズ。南々として知られている。南々として知られている。ランナーとして知られている。東京 is known as. そして、一番大きな都市のうちの一つ、ランナーの一つっていうのは何を使いましたか？いやー、あんたたちはもう英語ボロン。ランナーの一つ何で？一つっち何で？まず一つっち。犬でも答え聞いば。はい、犬二つっちは言い切らんばってね。一つは言うわ、あいつら。はい。ワンやろ？ね？人間やけんた犬に負けたらいけませんよ、女です。ですか？はい。ワン、ノーブでしょ。ランランのうちの一つですよ。ランランのテンプル。そして、一番大きな都市ですよ。なんすか？お、ザ来た来た、ザ来た。ザいいよ、ザいいよ。ザがいるとったい、これ。ちゃでかい。なんでビークがロケットを飛べ。はい。ザ、ビッグゲスト。ね、ちょっと待ってね。ビッグに EST つけるときは G を重ねて EST。ね、ザ、ビッグゲストで、都市がいい都市。それは首都や。キャピタル首都や。都市都市。シティですね。その代わり、シティーズにしないといけないです。複数です。これが英語の面白いところで、日本で言うたら一番大きい都市って一つしかなさそうやん。ところが英語を使う人たちは一番大きな都市っていくつかあるらしい。でっかい都市がいくつかあって、そのうちの一つ。という表現ですね。The biggest cities in the world. ね。これで良かったと思いますが、最後は。あ、いいね。いいね、いいね。まあ、ちょっともう一回しっかり勉強しよう。ワンノーブ、ランナーのうちの一つ。ね。まだまだ、へばいへばい。ダメダメ。そして、ザープラス EST 最上級。一番大きい。はい、じゃあちょっと練習してください。どうぞ。英文全体練習しましょう。ですね。東京 is known as one of the biggest cities in the world.
練習してくださいよ。練習してくださいよ。練習。あ？なんか今お祈りしよってよ。練習しよう。ちょっと暑いね。いけですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、では行きましょう。ですね。消しますけどいいですか？消しますよ。消しますよ。はい、自学のプリンツェルをもっとしたら出してね。バッチリ書いてください。はい、じゃあ行きます。ですね。ちょっとレベル少しずつ上げていきますけどね。4番目。She built。じゃあさ、ザにしましょうか、どれにしましょうか。面白いね。まあ、ザって軽くどういう意味があると思います？なんちゃったり？ザ、実は軽い意味があるんです。ザは？そのという意味がある。だから彼女は何ですか？彼女は？その家を建てました。では皆さん、ザハウスを前にしたらどうなるでしょうか？彼女は家を建てたんですよ。じゃあ家は？うん、そういうことよね。はい、どうぞ考えてください。彼女はその家を建てました。じゃあその家は彼女によって建てられたわけでしょ。ですね。とにかく苦手な人は人の2倍3倍練習して追いつく。とにかくそれでやっと普通の生活ができる。ほったらかしちゃったら普通以下の生活しかできんと。さあ何人生き残れるでしょうね。これもともと何ちゅう形をしてるんですか？これ何系ですか？これ過去分詞はないよ。形は一緒だけどここは過去形です。立てたですね。ビルドゥなんですよ。もともとビルドゥですよね。もともとビルドゥ。いいですか？はい。立てるということですね。じゃあ、過去形なき B 動詞は何を持ってこないかんかっちひらめいてほしいです。何ですか ?B 動詞。過去2つしかないとばい。もうこれとこれしかないとばい。どっちですか？合わせて。うん。あのね、200ぐらいあったらね、悩んでほしい。2個しかない。2個。鉛筆転がしたっちゃ当たる。ねえ。英語苦手とか言わせんとじゃ2個前今回。いいですか？過去形、何段された？もう一回言うね。彼女は家を建てた。じゃあ家は彼女によって建てられた。建てられた。だからそこにまず B 動詞がいるわけよ。まず。そして今度は過去分詞のビルトなんです。形は一緒やけど、こいつは過去形、こいつは過去分詞形なんです。そして何々によっては、消しよう、消しよう。ああ、何々によっては何ですか？はい。はい。そして倍の下、倍 C ですか？ハーです、ハーです、ハーです。この通りです、倍ハーです。はい、練習しましょう、どうぞ。練習してください。まず、英語苦手で受動態が分からなくて、B 動詞をまず、もうこれ思いつきませんもんね、まず。B 動詞を仕方してんじゃん。練習、練習、練習。練習。とにかく何回も書く。ですか？追いつく、追いつく。もうさっぱ分からない人、練習しよったらだんだん分かるようになってくる。彼女は家を建てました。家は彼女によって建てられました。彼女によって建てられました。ね。立てられた。ですか？
知られたです。いいですか。ここでいいですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。あと一個いきますよ。あと一個。じゃあね、これいいですか。頭使ってくださいよ。頭使ってくださいよ。これ疑問文にしてください。これ。この文章、一番上の文章を疑問文にしてください。どうぞ。一番上です。こいつです。普通の疑問文です。彼女はその家を建てましたか？という文章です。はい、どうぞ。疑問文です。疑問文です。中2の練習。中2の1学期。あ、これ疑問文式出してみますよ。あのさ、ここに B 動詞あるないどっち ?B 動詞あるないどっち、これ一番上よ。B 動詞はないやろ。 B 動詞があったら B 動詞を文頭前に持ってくれちゃう。 B 動詞があれば、ね。でも、こっち側は B 動詞がないときは、do, does, did を使うんですよ。もう一回頭の中すっきりさせますよ。いいですか。まず、B 動詞があるかないかが大事なんです。ね、それに B 動詞、is a man, was a man は別は大事よっていうか、B 動詞がない、なかったら、文頭に do か does か did を持ってくるだけなんですよ。たったこれだけのルールですよ。do か does か did を持ってくるんですよ。いいっす？はい、何を持ってきたいですか？この時。これ何形って言いましたか？過去の時この3つの人どれですか？ did だ。ディズなんです。ほら。もうこれ中1中の復習ですよ。いいっすか？ね。ディズって何詞でしょう？ディズは。1、あ、ヒント言おうと思ったら素晴らしい。1、飯塚詞ですね。2、かまし。3、助動詞。かましかもしれない。飯塚になりたいです。はい。で、いきますよ。ディズシー。ディズ C ですね。そして助動詞の後ろは動詞の何ですか。助動詞の後ろは動詞の原型に戻さないか。だからビルトを何に戻さないか。ビルドに戻さないか。助動詞の後ろは動詞の原型ですね。はい、あとは一緒です。 Did she build the house? Did she build the house? ですね、こうなります。Did she build the house?OK ですか？彼女は家を建てましたか？ね。で、実はですね、この問題、実はですね、いいですか？いいですか？こいつを受動体にしなさいっていう問題だったんですよ。こいつを受動体にしなさい。上がないと、上がないと。これを受動体にしなさいって。つまり、普通通り受動体を作って、こいつを疑問文にしなさいっていう話。ついてきよう、話。大丈夫。これ疑問文やろ。ね。で、これでついてこれない人がおりそうやったんで、2段階にしたんですよ。まず、彼女はその家を建てました。その家は彼女によって建てられました。彼女はその家を建てましたか？その家は彼女によって建てられましたか？わかる？この内容。疑問文なの。だけん、こいつを疑問文にしなさいって話だ。こいつ B 動詞がありますかありませんか。あります。じゃあこれを文頭に持ってくる。それが答えだ。Was the house built by her? はい、どうぞ。Was を文頭に持ってきてください。頭使えよ、頭使えよ。いいですか。The house built.by her? 彼女によって建てられましたか？いいですか？疑問文を受動体に書き換えなさいって言われたら、やっぱり受動体の疑問文にせないかんじゃん。これ、二中の、ワークを担当にしてますからね。二中のワークを持ってる人はこれをしっかり勉強してください。ページで言うとですね、ページで言うと16ページになります。二中の人の英語のワークの16ページの話ですから。ですか。
はい。じゃあ、その次いきますよ。消しますけどいいですか？頑張りましょうね。めっちゃ力つけましょうね。消しますよ。消しますよ。いいですか？はい。いつもことはね、テイクトゥック、テイクなんです。その通りです。写真を撮るかも。だけん、過去分詞が大事で、過去分詞はですね、教科書の後ろに載っています。ですね。はい、じゃあいいですか？いきますよ。5番の2です。When did he take the picture? Did he take the picture?ところで、ザはどんなに、たかしくん書き読んで。いかんよ、たかしくん。もう、あと、あれよ、結局、チャンス2回しかないとか、1学期と2学期。ね。本気出したらめっちゃ本当は取れる予定やったんだって、俺力ある場合って言ったっちゃ証明せないから。はい。チャンスは平等に与えられましたが、今のあんたたちによってはひどすぎます。チャンスを逃しよう人たち。ね。はい、どういう意味ですか？ウェンって何ですか、ウェン？いつやろ？ウェンっていつやろ？これすら知らん人もおるとば？ウェン、いつ？まず、ウェンって読めん人も。ウェン、いつ？で、did he take は何ですか？そう。そう、撮るは、手編がいる場合、写真を撮るわ。ですよね。OK ですか？もし、手編がなかったら、普通の撮るだけやったら、写真持っていきる。お、ゲットとかじゃ持っていくやん。ね？おかしいことなんでちゃんと写真撮るですよ。で、ザは何と訳をしましたか、ザは。そうなんですよ。つまり、彼は、その写真を、いつ撮りましたか。そうです。彼はその写真をいつ撮りましたか。さあ、これを、受動体にできますか。さあ、頭を使ってください。間違えていい。もう間違えていい。もうボロボロで打ちのめされてもいい。何もせんよりはまし。そうね。まず日本語で受動態にしてるじゃないですか。得られるし。練り話を。待ってくださいよ。練り話を。これ昨日4時半まで起きとったんですよ。仕事より寝れませんよ。俺寝たらみんなが鉛筆くっつけますよ。月謝返せって言う。ねえ、授業中寝ろとか、ねえ。ねえ、わざわざ遠いとこから来てくれよとかさ。OK？ お互いだけ、授業中は真剣勝負ですよ。はい。いいっすか？彼はその写真をいつ撮りましたか？ということは、日本語で言うと何年？何が主語になると？彼は撮った。彼は撮った。写真でしょ。写真は撮られた。写真は撮られた。で、まず、上はそのままですね。その写真はいつ彼によって撮られましたかになります。When。When。大事なとこよ。大事なとこよ。頼むよ。はい。もし、ロシアの北やったらあんたもうすぐ命落とすのね、言うたら。はい。もうすぐ寝るなーって起こしよったんか、バシバシたたいて。ねで、疑問文ですよね。受動体の疑問文ですよ。もう大丈夫ですか ?Was the picture taken?OK ですか？はい、did やき、で、疑問文やけん、was にするんですよ。Was the picture taken です。いつ、その写真は撮られましたか？いつ、その写真は撮られましたか？で、何ですか？あと、日をどうしますか？うん。何に変える？彼によってよ。by him です。
これできたら相当英語の力上がりますよ。さあ頑張れ。いつ彼はその写真を撮りましたか？いつその写真は彼によって撮られましたか？撮られましたか？ワズテイク。撮られた、ワズテイク。でも疑問文焼き、ワズザピクチャーテイク。その写真は撮られましたか？どこまで頭ついてこれるかね、この話。どこが分かってどこが分からんかを自分で明確にする。ですね。頭だけまで使えば使うほど良くなるのはね。あと使えば使うほどボロくなるとよ。お金とか俺みたいに使えば使うほどなくなるとよ。どんどんどん。頭だけよ。使えば使うほどめっちゃ良くなる。ですか？ When did that, ごめんね。When did he take the picture?、彼はいつその写真を撮りましたか？その写真はいつ彼によって撮られましたか？はい、どうぞ練習してください。どうぞ練習してください。10回ぐらい悩まなくていいですか？はい。はいはいはい。はいはい。10回ぐらい。めっちゃ練習。キャプテン、頑張れキャプテン。Was the picture taken by him? ね。When was the picture taken by him?練習すらなんとかなりますって、とにかく。もう練習戦である日突然全部問題が解けるようになっちゃったんじゃないっていうのは分かるし、絶対ありえんす。練習練習。いいですか。練習があるのみです。では行きます。ラストです、ラスト。この形ラスト。3番。They don't open. さあ、これ何て読みますか、皆さん。あ、ごめん。スペル間違えた。これ何て読みますか、これ。ゲイツって何でしょう。ああ、門です、一応門。ゲートが開くとかね、門が開くとかね。はいはいはい。これ発音的にはゲートという、ゲートって伸ばしません。ゲイ。ゲイですね。門のことです、門。はい、どういう意味ですか？大丈夫ですか？ついてきてますか？集中してますか？とにかく早く書くんですよ。ですね。じゃあちょっと実験します。今書き終わっちゃう人はどんくらいですか？書き落ちる人。通してあげましょう。はい。今書き落ちる人も合格、無条件。有用な世界なんで、ありがとうございます。いいですか？そういう世界ですよ、ほんと。ね。で、彼らは8時にその門を開けません。というわけです。ということは、さあ何が主語になりますか？ゲートでしょうね。彼らは門を開けるわけよ。じゃあ門は彼らによって開けられない。そうです。さあ、間違えてみる。どうぞ。チャレンジ、チャレンジ。まあ、ヒント。これぐらいヒントあげましょう。ザ・ゲイトが主語です。ザ・ゲイトが主語です。当然、ここ否定文ですよ。否定文。否定文です。否定文です。開けられるって一旦作ってそれを開けられないに変えたら楽かもしれないですね。すいません。すいません。勉強しましょう。これですよ、これですよ。3番ですよ、5番で3番。ですか？いきますよ。まず、開けられるは is opened なんです。ですよね。その門は開けられる。ちょっと開けられるから、ちょっとここスペース少し開けてきますね。is opened。はい、これで開けられる。
ですね。で、倍ゼロ値ね、結構省略される場合が多いです。割と。まあ、あえて変えときますけど、倍ゼロ、彼らによって、これはね、意外と省略されやすい。もう一回と思っちゃう人、というのを、ちょっと確認してください。で、あって、ただね、その時省略される税はですね、省略される税は、世界中の人たちとかね、世界中の人たちとかそういった時が多いです。だから、割とあるかもしれない。アート8の後に入りました。そうですか。入れちゃうのは入れちゃった。カッコもやっちゃう。やっぱカッコついちゃう？そうなんよね。そうなんですよ。ごめん。アップデートの後でしたか？すみません。で、さっきもちょっと言ったように、例えば、この国では英語が話されるっていう時に、その時の倍ゼロはほとんど省略します。たくさんの人が話してをしたりするときは倍ゼロはないと思ってください。ですね。で、ここの倍ゼロはですね、カッコつきっていうのは書いてもいいっていう意味なんで、ね、The gate is open at 8 by then。彼らによって8時に開けられるという話なんですが、さて皆さん、否定文でしょ？だから開けられないなんですよ。だけ何したらいいかというと、is、そうです。is not でも OK です。is not でも OK です。理解できた。あとは練習ですよ。あとは練習です。ですね。だけできるだけたくさんの人たちにワークを見せてもらって、それをたくさん練習すると、ね、かなりこう広がるやん、知識が。ね。なんで持ってこんかね。はい。で、あとですね、アクションのとこちょっと話をしますんで、消していいですか？受動態、大体大雑把な大事なポイントを説明しましたんで、今日ノート取ったのを何回も練習してくださいね。ですか？はい。じゃあ、その次いきますよ。その次。アクションですね。アクション。ね。はい。風邪をひいたときはアクション。全然面白いね。失礼しました。失礼しました。今日、体験の人びっくりするかもしれない。親父何やろかですね。アクションがハクションやったらそこしか覚えてくれないやつです。いきますよ。アクション。アクションですね。で、アクションは、実はですね、疑問詞プラストゥーステイシというのがアクションです。今回。はい、こっちに返してくださいね。見えてこっち持ってくださいね。疑問詞プラストゥーステイシ。疑問題。疑問詞プラストゥーステイシのパターン。書き終わりですか？取り掛かり早いですか？書き終わりましたか？で、これ決まった言い方があるんです。決まった言い方。ですね。例えばですね、代表的な例いきます。What to do? かっこいい。これよう使うよ。日常生活。I don't know what to do. どげしたらいいかわからん。言うんです。I don't know what to do. What to do? はい。何をしたらよいかと訳します。何をしたらよいか。What 何 ?Do はする。What は何 ?Do はする。で、何をしたらよいか。つまり、to 不定詞をこういうふうに訳をするっていうのが疑問詞プラス to 不定詞の特徴なんですね。じゃあ、ノーヒントいきますよ。Where to go? あなたたちだったらどう訳をするでしょう。分かった人黙っちゃってくださいよ。ちょっと考えさせろ。Where to go? What to do? Where to go? What to do? Where to go? まず、where が分からしているね。英語。where 何ですか？そう。どこへですよね。
まあ、何をどこへにしとこうか。何をどこへ。5は分かるでしょ、5。いくやろ。いっていいですか、答え。ですから、多分正解がね、3分の2ぐらいいます。はい。どこへ行ったらよいか、どこへ行ったらよいかです。はい、できた人。どこ行ったらよいか。そうやろ？そうやろ？そうやろ？はい、今手上がらやった人、ここを何らしたらよいかって約束取っちゃう。とにかく。じゃあ、あと一回チャンスやる気？あと一回チャンスやる気？ね。珍しいけどね、こういう言い方は言うと。珍しい表現です。ちょっと普通あんまりめったに使えません。ちょっと無理やり今問題作りました。何でしょう？うん。そう。いつしたらいいですか？例えばこの宿題いつしたらいいですか？聞くときあるよ。え？ですか？そうです。いつしたらよいか。レンヤキ、いつなんですよ。いつしたらよいかです。OK です。そして最後ですね。こう有名な。有名な。消しますよ。消しますよ。How to ですよ。How to。How to ものってほとんど日本語になってますよね。How to です。はい。二つあるんです、実は。二つあるんです。ハウの元々の意味知ってますか？ハウって。おー、素晴らしい。素晴らしいの最上級。素晴らしい。そうそう。最上級です。素晴らしい。はい。でも、作の時にそれ書いたらいいから、いつも使いよってね。すらばしいことでしたとか。かね。いきますよ。はい、するです。どういう意味ですか？そうですね。ありがとうございます。どのようにしたらよいか。どのようにしたらよいか。はい、ぶっちゃけ。仕方という。ね。ですか ?I don't know how to do. 私は仕方がわかりません。ね。例えば、コンピューターの使い方。How to use 使い方。ちょっと、do やったらわかりづらいけど、今みたいにしましょうか。How to use this computer とかあるわけよ。私は、このコンピューターの使い方がわかりません。というわけで、こいつは使い方と訳をします。use が使うという動詞やき、how to use 使い方。how to use 使い方。ですね。もうめちゃくちゃ近くは勉強しましょう。学校の授業中よ。学校の授業中。こういったの習ったらもう何回も書いて練習して覚える。ですね。はい。いいですか？ということですね。では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 。ですね。うん。じゃあ最後にさ、訳をして終わりましょう。訳をして終わります。いきますよ。何人役ができるかな。分かった人も黙っちゃったよ。友達のためにですか。いきまーす。まず問題を移してください。さあ、頑張れ。はい、問題移して、問題を読んでください。
いきますよ。はい、まずこいつで引っかかりしていると思います。こいつ何の過去形ですか？ teach。teach ってどういう意味ですか？で、er つけたら人になるやん。teacher って？そうね、教える人やね。ですね。run って走るやん。runner ち走る人やね。ですね。er がついたら人になるかい？で、教えましたになります。過去形。teach 教えの過去形。taught ですね。taught 教えました。で、私に、さあ、何でしょう。何を教えた？何の作り方？来たー。ね。plain ってこれ、鶴なんですよ。plain。鶴。紙の鶴なんですよね。paper って紙でしょ？ paper は紙よね。で、ペーパープレインで折り鶴になる。ペーパープレイン。折り鶴。つまり、タクは私に折り鶴の作り方を教えてくれました。という文章になります。タクは私に折り鶴の作り方を教えてくれました。タク taught me how to make a paper plane となります。ですね。はい、じゃあ次行っていいですか？行きます、消しますよ。いい？消しますよ。はい。出た。ですね。英語はですね、まあ今日これでレッスン1の大雑把なまとめとアクション、ね。アクションのところまで話をしましたんで、もう絶対ですよ。絶対つけますよ。絶対に学校のワークをちゃんとしといてください。ですね。ですね。はい、英語のワーク、ちょっとはしてる人どんくらいいましたか？ちょっとしてる人。はい。じゃあ、もうちょっといきますよ。習ったところまでしてる人。強い。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ今度はですね、じゃあ英語は言えるか？反響もらったら終わっちゃうち。英語は終わっちゃうち言うのね。ですね。はい、じゃあその次行きます。数学の方行きますんで、ノートをちょっと使っていってください。はい。ですね。今日はちょっと体験の人からさっき、いっぱいコピーさせてもらったんですよ。それでですね、持ってる人はよ、二中のワークなんで、で、一中の人も数学ワークを持ってきちゃったら同じようなとこを探してしてください。ですね。数字が違うだけでやり方一緒なんですか？で、ページで言うとですね、まず16ページからいきます。16ページ。ですかね。日中の人のワークを持ってる人は、あ、ちょっとワークの表をちょっと表紙を。ちょっと同じワークを使ってる人多いかもしれないけどね。ですかね。はい、じゃあ行きますよ。いいですか。素因数分解から行きましょう。素因数分解。ね、16ページの、1の2行きたいと思います。はい、150素因数分解どうぞ。はい、150を素因数分解してください。もうそろそろ見えますか。なんか終わって持ってきたよ。持ってきてなかったらノートで。150素因数分解どうぞ。150の素因数分解をしてください。どうぞ。まず素数値何やったかというと、1は素数でしたか？はい。なんで？約数が？何個あるやつだったの？約数が？2個あるやつが素数なんですよね。ぶっちゃけ。ですね。だけど2とかで割っていきますよね。どんどん。割り算の反対、ひっくり返ったようなやつ。こんな感じでどんどん割っていくわけですよね。はい、どうぞ。
しました。ねえ、ボワックさん当たり前やろね。ああ、もうしょうがない人も大抵アンポンタンだ。これさ、3で割れるっちゃけど、気づかんかったら5で割っちゃってもいいけど、とりあえず。ね、5で割っていくらですかね。はい、何で割れましょう。どっちでもいいね。3でも割れるね。で、あとは7が書いてあるよ。ね。はい、2×3×5 の。はい、これでいいです。これでいいです。これでいいです。ですね。仮に、この素因数分解習ってないとしても、今すぐできますよ。2とか3とか5で割っていきます。じゃあ皆さん、これに何かをかけて、最も小さい数よ。よく聞けてよ。いいですか？何かをかけて、ある数の2乗を作りたいんです。何をかけたらいいですか？合格おめでとう。この反応の速さ。6。見たらわかるっちゃ。ここが2が追徴やつち関係ないやろ。ここに何もないっちゅうのは何があるんですか。ここに1があるですよね。1は11書かないよですよ。で11あるわけで、こいつは2個あるけんも2つ分けられるし、はっきり言って足りんたいね。もう一回言うよ。2乗っていうのは2人の人にカードを分けてやることなんです。2枚1枚3枚1枚もらいました。5、2枚あるきね。とこの人何ももらえてないもん。文句ですよね。2やれとかね、3がないぞとかね、そういうことでしょ。だから2と3をここにこの人にやればいいわけよ、結局。そしたら同じものが、全く同じものができるっていうことを二乗ということで表現しようわけでしょ。ですね。だから何をかけたらいいですか。つまり6をかけたらいいですよってことですね。OK ですか。実は素因数分解するのは、こういう問題を解けるようにするために練習させてるんです。ですか。まずカードがあって、友達に配り寄ったら分からん人おらん。あ、2が1枚足りんねとかすぐ分かる。二人こう座ってもらっちゃって、ね。こうやって配るわけ。はい。2とかね。はい、2。あ、2ないやん。ね。あ、うれしいわ。戻るよ。はい。ちゅうことですよ。ね。はい。で、何の2乗ですかって言われたらこいつですよね。ですか？ 30 の2乗ですよ、みたいな形になります。かけた後はね。OK ですか？大丈夫ですか？じゃあ、その次行かせてもらいます。さあ、因数分解です。めちゃくちゃ練習しましょう。因数分解、めちゃくちゃ練習しましょう。はい、行きまーす。ちょっと基本すぎるね。面白くないな。まあでもちょっと苦手な人のためにウォーミングアップいきます。もう書き終わった瞬間に因数分解していいですよ。ちゃんと問題は写してください。問題を写してください。でも簡単すぎる、ごめん、簡単すぎるけど苦手な人のためにやる。はい、こんなこれ幼稚園の時解けようと思って嘘嘘嘘嘘今は分けがない。それだとここにいません、多分今ねはい、どうぞ。はい、因数分解頑張れ頑張れ。バリバリ簡単ですけん。もう見た瞬間でしょこれ。
そんなんで考えよったらいかに練習してないかっすよ、本当に。いくよ、いいっすか。ちょっとアンケート、はい、5番まで終わった人。はい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 、ありがとうございます。ありがとうございます。終わってない人遅いです。忘れちゃう人、今すぐ思い出して練習してください。はい、じゃあちょっとこっち集中してください。え？これ、共通の文字って何ですか？でしょ？両方に共通の文字 A ですよね。A カッコにするだけですよ。A カッコにするんですよ。カッコの中は A で約分した残り、はい、できにあった人出してこの中回転したい？人にできることは自分もできる、基本。A が両方ともに共通だと思ったら A を前に出して、カッコでくくる。はい、約分した後、A で約分した後、カッコの中に書く。ですか ?X-2y です。これできんかったら、20点超えるの厳しいです。はい。OK ですか？はい。25値、何の2乗すか ?25 値。で、いつも言っちゃうけど、他のやつと何が違いますか？大きな違いがあるでしょ？そう、真ん中がないで。2個しかないでしょ？見てください。その意味がわからない人多いね。意味がわからない。何ですかそれ。1、2、3ですよ。1、2、3ですよ。1、2、3ですよ。1、2でしょ？そういう意味よ。2個しかない。2個しかないで2乗2乗の時は足しなさい引きなさい、これしかないんですよ。いいですか？2乗の時は足しなさい引きなさいです。いいですね。2個しかないんですよ。いいですか？はい、その次、これ1秒で解いてください。1秒ですよ。1秒。81って何の2乗ですか？両端が2乗の時は何乗しましたか？2乗。何の？カッコの2乗っすよ。いいっすか？それで 90% 答え合うわけ。もう一回言うね。両端が2乗、これ、九九81、9の2乗値分かったら、もうカッコの2乗なんですよ、基本。そして真ん中の符号がそのまんま、はい、X と9近いたら終わり。終わりです。ほんと1秒ですよ。見た瞬間に答え書きようかな。それ訓練だ。それ訓練。ですね。OK ですか？はい、行きますよ。これはもうこうするんやったでしょ？もう一時一緒なんやったらもう全くわからない。ぼーっとしてたら何人かこっちから見たらわかる。ぼーっとしちゃう。ね。ですか？それとかね、前のとここうめくって思い出そうとする人が4、5人いましたよ。ダメです。ですか？見た瞬間できるせねえか。ここプラス、ここプラスやったら、プラスプラスなんです。それしかない。で、20、かけて20って何で？欲しいでしょう。ねえ。OK ですよ。はい、その次いきます。カッコカッコ。はい、気をつけて、X って書かんように、AA。かけてマイナスって言ったら、プラスとマイナスしかない。ここまで書いて考えなさいって言ってる。考えてから加工する気遅いわ。ボールがミットに入ってから振ろうとしよう。ねえ。もうそれはない。絶対当たらない。ね。OK ですか？はい。A、A でプラスマイナス。さあ、あと何かけなんでしょう。うん。素晴らしい。普通一番最初に浮かぶのは2、3が6なんよ。けど見破ったね。見破った。マイナス5にするためには、陰6が6の方でしょう。陰6が6でしょう。2、3が6では、マイナス5は作れんでしょう。プラス2とマイナス3とかじゃ、マイナス5は作れんでしょう。OK ですか？ね、ちょっと忘れちゃう人がいると思ったんで、基本に戻りましたが、もうこれぐらいは自分でできるように練習しとってください。はい、じゃあこれの、ちょっとだけ、全然レベルは上がってないけど、ちょっとだけ上行きます。
ちょっとだけです。ですか？いきますよ。はい、これも自分なりにチャレンジしてくださいね。3番。ワーク持ってる人はどんどん書き込んでくださいよ。いいっすよ、ワーク持ってる人。どんどん書き込んで。うん、ちょっと3台まで行きましょう。はい、どうぞ、まず問題を写してください。まず問題を写してください。手写し終わったらバンバン撮ってください。頑張れ。頑張れ、頑張れ。ですね。めちゃめちゃ簡単ですから。いきますよ。選手と俺たちができた仕事でしょ。素晴らしい。スラバシ。スラバシ。はい。いいね。他、ぼーっとしていませんか。みんな、平凡。平凡いい。平凡すぎる。練習が足りてねー。大変ね、練習が。全然。いきますよ。もう時間やりませんよ、こんなに。ですか。2個しかないですよね。2個しかないよね。6倍の2乗よね。血分かったら足しなさいってことです。何の2乗か分かるやん。6636とか分かるやん。そしたら、足しなさい。ね。足しなさい、引きなさい、すればいいよ。どうしても自分がわからない人は、なんかこれもう同じ問題を4、5回書いてみたらわかる。しっくりくるとっちゃう。しっくりくる。ですか？その次、こいつって何の2乗ね？こいつ。4x の2乗。こいつは ?1 の2乗。両端が2乗やったら 90%?括弧の2乗数。4x。そして真ん中の符号を書いて、これで終わります。いや、あの時間で終わっちゃう人が何人かしかおらんじゃん。相当あんたたち頭悪い。本当に。もうちょっと頭使わない。獅子16でなんで悩むと？獅子16。小学生呼んでくるから、ほんと。一緒にさせたら小学生できるよ、これ。多分。アルファベット練習させて。もう見た瞬間に解けてください。はい。次です、これ。YY ですね。YY ですよ。マイナス焼き、プラスマイナスするんですよ。ここ。かけてマイナスとプラスマイナスですよ。さあ、何かけ何に分けるでしょう。素晴らしいね。最初は7728しか浮かばんって、普通。ね。ね。収納が、もう、例えば、インドの人が二桁のね、かけ算の福が、福地平安ね、福地九角九で終わるんね。二桁やけどさ、もうインド人もびっくりよ。ね、うん。インド人は日本人がびっくりよ。はい。で、二桁。要するに、プラス12になるためには、14とマイナスにやったらなるでしょうという話です。ですか？練習足りてね。頑張れ。さあ、問題はこっからですよ。456、今からものすごく大事な問題いきますからね。いいですか？頑張ってください。まだまだ試験までちょっと余裕があるけん、もうバリバリ今日で目覚めて、今日で目覚めてください。はい、4番っす。4番です。ここからは一台ずつ行きます、大事やけん。ノーヒントで解けた人が何人ぐらいいるかちょっと調べたいんで、ちょっとだけ時間あります。さあ、どうぞ。
頑張れ。実はこれ先週ね、先週途中で終わっちゃった人がいっぱいおったわけよ。これ赤ペンで変えちゃったんだい？考え方を。会長にもかかわらず、一回で終わっちゃう。そしたらね、ちょっと横に、x2 乗プラス 2x マイナス3、ちょっと変えてください、横に。ちょっと変えてください。これ。変えてください。はい、これ因数分解してください、これ因数分解。これをちょっと横に並べて書いて因数分解してください。どうぞ。横にこれを書いて因数分解してください。遅いよ、遅いよ。遅いよ。逃げ遅れるよ、火事の時とか。遅いよ、遅いよ。あ、できたね。できたね。いいね。はい。もう一回勇気、めっちゃ苦手な人に勇気、XX 書いて、マイナスやったら、プラスマイナス値変えてください。プラスマイナスで変えてください。いいですか？もう決まりやで。マイナスでプラスマイナスで入っちゃい。で、かけて3。かけて3って1個しかない。いや、2個あります。31が3と23が3です。一緒。一緒です。入れ替えただけです。さあ、どっちが3でどっちが1ですか？こっちが3で、こっちが1だよね。ね？ですか？で、俺、このタイプをどうやって最初教えたかって言ったら、2回因数分解すると、はい、赤ペンで書いてください。2回因数分解。ですか？で、これちょっと守っちゃったら、これちょっと守っちゃってください。ごちゃごちゃにならないので。では言いますよ。この三つの項、項って言いますね。この三つの、これ項は、なんで割り切れますか、だから2で1回、括弧で来る。こいつも因数分解なの。共通な数字や文字でくくることを因数分解って言うんだろ。ね、はい、2でくくったら、はい、括弧の中何になりますか ?x2 乗、プラス 2x、マイナス3。これで俺のとこに来たんですよ、何人か。これでなんでいけないんですかって。いかんって。なぜ？例えば、8分の4、約分して4分の2にしました。なんでこれでいけないんですかって。いかんやろ？いかんやろ？なぜ？途中やん。途中が答えなわけなかろう。ほいで、これ聞いたらわかるんかい？ほら、これ聞いたらできるのに、なんで途中でやめるんかって言った。それをアンポンタンって言うわけです。わかるっすか？これできるんかい？これ聞いたら、はい、いつか楽勝です。これ聞いたら、難しいとか言うんかい？俺、難しいもん。いや、難しい。ほんとに。何しようとっちゅう。わかるやろ？これ途中やん？やったら正解は2分の1やろ？ね？正解2分の1やん？これで終わったらいかんねえ。ね？じゃあそろそろ結論いきますよ。答えはですね、2括弧 x プラス3、x マイナス1なんです。はい。だから、これで1回因数分解して、2でくくって1回因数分解して、括弧の中をもう一回できるかどうか確認してできたらする。これが2回目の因数分解で。2回するだけ。2回するだけで点が取れるのに難しいというわけです。これは。もう一回言う気？難しいと思う人は、まず2で来ることが無図です。で、これ因数分解すると可視です。ですけど、2つに分けたらいいっていう。二つに分けたら簡単なんです。ですね。じゃあもうちょっといきますよ。いいですか？いきますよ。あと一台。ね。さあ、頑張りましょう。やるしかないです。
あの好きな歌があるんですかね。100% 勇気とかね。もうやる気しかないさとか、なんか歌だったんですね。はい。はい。めちゃくちゃいい歌詞ですよ、あれ。ね。すごいですよ。3円以上。プラス12円。マイナス12円。ね。はい、どうぞ。はい、チャレンジしましょう。チャレンジ。どこかこの鼻草つけておきましょうかね。はい。めちゃくちゃ簡単中ですよ。はい。できますって、こんなこと。大丈夫、できた。まず、なんでくくりましたか。3って言ったらちょっとまずい。あ、正解正解。でも、マイナス3でしたっけ。うん、正解。あのね、ぶっちゃけて言うとですね、円状の横を1にするんです。くくった後。だから、マイナス3でくくるんです。3じゃなくて。OK ですか。ね。はい、マイナス3でくくった人。マイナス3確認した人、ありがとうございます。素晴らしいじゃん。素晴らしい。マイナス3。A2 乗、マイナス 4A、プラス4。までいいですか？これでいいですか？まあ、確かめ外して、カッコ外して元に戻るかどうか確かめる。はい。これ、見た瞬間に秒殺ですよ、秒殺。来るよね、これね。来るやろ、これ。これ何の2乗っすか？両端が2乗やったら何になるんですか？ね、カッコ2乗ですよ。だけん。はい。で、真ん中の符号そのまま来て。はい！できた人！よっしゃー。ありがとうございます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 。はい。ありがとうございます。さあ、じゃあですね、後半戦。あとちょっと数学引っ張って、理科もめちゃくちゃ言いたいこといっぱいあるんですけどね。めちゃくちゃ理科言いたいことがいっぱいあります。はい。ですね。じゃあ行きますよ。いいですか。理科はちょっとプリント、コピーもしましたから、プリントやりましょう。今日の最後の一番大きな山ですね。ちょっと山描きましょうか。今日の山場です。はい、山。あ、なるほど。そう。今日の山場。はい。山こう中学校で使いよったマークやね。山場マーク。今日の山っす。はい。因数分解、あ、こう、場ですよ、これ。場ですよ。はい。因数分解、使ってくださいね。あ、じゃあ、嬉しい一言言うとね、じゃあ、あと一個これやろう。はい。ね。ですね。かわいいですよ、こいつは。こいつね、あれ、マジでね、シールにしてね、はい。これ、間違いです。あざす。あざす。で、実はですね、こいつがまだ、おたまじゃくしからカエルになりかけて尻尾が残っちゃうんですよ。これが有名な、間違えるな。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。中学校の時からこれね、使ってました。ね。ちょっと女の子がね、松尾くん覗かせて、はい。まあ、かわいい。そうよ。自分がかわいいから。はい。俺も生まれてからすぐおじさんやない気。ね。俺にもちゃんとモテ期があった、青春があった。ね。大変やったよ、ほんともう。そう言ったらもう廊下に社員長持って並んじゃう。ありがとう、みんな。ありがとう。すげえ。はい。はい、行きましょう。はい。
間違いない。書き寄った？ありがとうございますね。こんなこと。はい。行きますよ。結局、何かちょっと置き換え、置き換え。置き換え。置き換えを使うという方法です。まあ、すぐわかります。すぐわかります。いきますよ。ですね。実はこれは17ページの、はい、置き換えですね。17ページの3番の1です。ワーク持ってる人、ね。日中の人ちゃんとページ書いておいてください。まあ、これでも見たらわかると思うわってね。はい。皆さん、これなんかに気づかないかんすよ。ちょうどよかったろ？ナイスやろ、ナイスやろ。はい。いいですか？通気ワーク持ってきたら一石二鳥中だな。ポンタンポンタン。うん。まあ、なんでもいいですよ。奥、アルファベットは。あのさ、誰が見てもここが一緒っちゅわかるやろ？誰が見てもここ一緒やろ？一緒？ね、一緒やったら、こいつを、アルファベット、普通は A か X が置いた、ちょっと M ちゃん珍しいけど、多分松尾の M を取ったらね。あの、偉大な。ね。ちょっともう今から世界に売って出ろうと思うよね、この年で。はい。だってあんた、ここでそのままじっと死なれんばいね。日本全国行きたいな、俺。ほんと。行くよ。はい。で、M2 乗プラス 8N プラス7ってしたらさ、ほんとはこれ書かないからよ。X プラス Y を M と置くとかね。ちょっとこれしっかり書いて、四角で囲んじゃってください。誰が見てもこれでもなんか同じぐらいわかるってさ。ね。ほいで、これ見たら、これ見たら反応起こさないかんべ。今何の問題をしようとみんな。因数分解の。これ見て何も感じやったらダメか。これねえ。いくですか？これやったらもう軽く因数分解できるでしょ？できるですよね。なんとなんですか？はい。なんとなんですか？かけて7っていうことは ?1 と7。ところで M って勝手に自分がつけたも、作った文字やき、元に戻さないかんだ。ね。元に戻すき、今から。戻しよう。ですね。だから X のところに戻します。M のところ戻しますよ。ですか？はい。戻しました。戻しました。これで終わりです。いいっすか？これで終わりです。センディース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 。大丈夫です。OK ですか？いや、2回するだけよ。2回。M において因数分解して戻せばいいだけです。M 値置いて因数分解して戻せばいいです。大丈夫？ OK？ できそう？ねえ。次！究極の今日もこれするためにもみんな集まってもらったみたいなの。ほんと。はい、もうこれ終わったら解散。ほんとね。解散とかで解散って書いてる。はい。ですね。はい。まあね。はい、ラストいきます。ラスト。いや、これはですね、これはちょっとレベル高いです。今までの中では、もうちょっともう、どうしたら、その花丸木ももう、ほんとブリ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 ね。あ、ブリ大事マーク。ブリ大事マーク、ついに登場。あ、来たな、これ。なんかお尻からうんちが出るみたいし、誰か言うたら違うし。大事って書いちゃうわけです。
で、ブリって英語で言うとベリーです。ブリブリ。ベリブリ。とてもとても大事なんですね。はい。で、これを通称、俺はニコニコの法則って言ってますね。ニコニコの法則ですね。ニコ2ですね。ニコ2の法則ですね。つまり、前二つと後ろ二つとかに分けるんですよ。はい。前二つだけ因数分解したら何でしょう。前二つだけ。前二つ。うん。X かっこやろだろだろで、こいつと同じようなのはここにあるやろ。でも違うよね。何が違うと符号が違うよね。符号が違うってことはどうしたらいい？マイナスカッコ、きた。きたきつね。はい、こうっすよ。わかりますか？もう一回言います。4個あります。どっからどうしていいかわかりません。2個と2個に分けます。はじめの2つは X で来ると、ここにヒントが出てきたわけですよ。で、後ろをこいつと同じようにしたいわけよ。ね？だからマイナス食ったらいい。そしたら、ここ同じものがあった。何換えですか？置き換えですよね。これを何に置きますか？何の省略ですか、今。はい、ああ、そうそう、松尾の省略です。はい。ですね。というわけで、XM-M。これで OK です。ね。そしたら何格好ですか？ M 格好。X、さあ、この横何がある？ H。H 号。ですね。1があります。はい。そして、M を元に戻したいです。戻しです。はい、M は何でしたか、もともと。y-2 です。いいですね。なんですけど、アルファベット順が綺麗でしょ、どっちかっていうと。ね。だから、できたらですよ。できたら入れ替えてください。はい、これで OK です。これで OK です。はい、ラスト10分。それはちょっと、もう見てからのセット、あんまり早く先がするんで、はい、やってくれる人がありがたいんでね、集中してくださいね。はい、これもやり直しですね。1枚ずつ取ってください。はい、理科のワーク持ってますか？理科のワーク。持ってる人は出してくださいね。理科。はい。すげえ運動神経。あれ？あ、今頃気づいたの？一回多い一回。そうそう。じゃあ行きますよ。いいっすか。はい。ちょっと今から。マジ？ですね、まず1番見てください、1番。なんかこう運動の記録値変えちゃう方の1番ですよ。2、運動の記録値変えちゃう方の1番です。急ぎますよ、時間がないき、いいですか？行きますよ。はい、1、写真は物体の温度を簡単に記録できる器具。はい、何でしたか？記録タイマー。これ記録タイマー。記録タイマーは多分間違えるんでしょ。記録タイマー。はい、じゃあその次行きます。いいですか？2番、写真の手が水中入れると一定の時間間隔でテープに打点します。はい、そこをマーカーで塗ってください。
8秒間に、西日本、東日本は何打点ですか？東の50。ね、東の50ね。焼き、1秒間に50回打つっていうことは、1回が50分の1なんです。たったそれだけの話ですよ。1秒間50回やったら、1回は50分の1秒。いやいや、もう分数です、ここは。はい、分数がいいです。とりあえず。結構、お聞かれてもめんどくさいんでね、計算する。はい、じゃあ2番、西日本は ?60 分の1秒。ね。はい。ですか？ごめんなさい。さあ、これ3番はどっちでしたか？あと。あと、入れた後。はい、入れた後。入れた後。はい、その次行きまーす。A、B、C ですね。A、B、C。さあ、行きましょう。手で引いた向きはこっちですよってことなんですけど、速さがどうかって話だよね。点と点の間が、点と点の間が、あ、ごめん。実験3のところを見てください。同じ速さでゆっくり引く。同じ速さで速く引く。だんだん速く引く。さあ、どれでしょう。まず、だんだん速く引くっていうのは感覚がどうなるんですか？だんだん速くいったら広くなるよ。点と点の間。ね。ということはそうです。A ですね。A、点の間が広がるよと分かる？点と点の間が広くなるよの分かる？ A。だからこうだんだん速くなった証拠が。ね。はい、だから A がだんだん速く引くのう。はい、その次です。B と C は同じ速さなんですけど、ゆっくりは点と点の間が短い。ですね。はい。で、速くは点と点の間が少し広い。はい。だから B が何？ B が E。C が？ A です。C が A です。C が A です。はい。じゃあ5番いきます。2でテープはどのような感覚で打点されますか？ですね。これどういう意味これ？みっちゃなんかね、みっちゃ。ああ、そうか、見られた。テープを手に持ち、できるだけ一定の速さで歩いて記録する。どのような感覚で打点されますか？当然、等感覚ですよね。で、いいでしょ？等しい感覚じゃないですか。うん、等しいですね。等しい感覚です、等しい。はい、その次、6番。図2のように5打点、または6打点ごとにテープを切り、紙に貼り付けました。じゃあ、西日本で行きましょう。6打点ごとにテープを切りっていうところをマーカーで塗ってください。で、これがね、もうめちゃくちゃ出る。これめちゃくちゃ大事な、この6番。めちゃくちゃ大事な。まずさ、あんた出ちゃったら理解できるとすぐ。1打点が何秒やった？ 1 打点。60分の1やろ？西日本、俺たち西日本なんで。で、これで何打点分点切ったと？6打点やろ？ね？10分の1秒だ。10分の1秒になるようにいいですか？もう間違いすぎちゃったよ。先にしてくれるのはありがたいけど。あんたやったらまだ絶対取れる。大丈夫。10分の1秒ごとになるようにあえて切るの。例えば、ラッキーセブンがすき焼きって言って、6値悪魔の数とか言う気ね。6すかんの。やばい。7の方がいい。7切ったら意味がない。ラッキーセブンだ。アンラッキーセブンですよ。6打点ごとに切ると、10分の1秒なんです。10分の1秒。はい。ということは、どういうことが起こるかというとですね、7番。7番いいですか？ 7 番も二重丸してください。7番。もうこんな間違いよったらもう、コントもね、いいですか？ 7 番間違ったら、肛門から手突っ込んで、胃を引っ越え出しますよ。そんなこと。いいですか？許しませんよ。いいっす？いきますよ。テープの長さが 4.5 センチ。はい、そこマーカーで塗ってください。4.5 センチマーカーで塗ってください。4.5 センチをマーカーで塗ってください。遅い。4.5 センチ。ですか？はい。速さって何を何で割ったらいいの？道のりを時間で割ったらいいやろ？で、ぶっちゃけて言うぞ。4.5 センチが道のりなんや、普通の。
今まであんたたちが道のりしよったら道のりない。これを時間は何秒やった、こいつだよ、こいつ。時間6打点は10分の1秒な。で、割るちゅうことはどうすること？キュッてキュッてキュッて、もう一番大事やから。絶対あんたこんなの間違いらせる。間違いさせられん。もうずっと前から預かっちゃう生徒さんやった。はっきり言うよ。はっきり言うよ。10倍するだけよ、秒速。たった10かけるだけ前。いいっすか？そしたら秒速になると。はい、赤ペンで書いちゃってください。テープの長さかけ10って書いてください。テープの長さで10かけるだけで秒速が出るとです。いいですか？秒速になるとです。ヒロシ？土下座でしょうか？はい。マジです。ぜひ、本当に 4.5 センチを10倍するだけで秒速になるとって、もう、こんくらいめちゃくちゃ簡単にできるとっちゃう。はい、これで終わりですよ。10かけたら秒速になるように、あえて6打点ごとに切り落ちる。あえて6打点ごとに切ってきたとね。はい、じゃあ最後のとこ行きますよ。ちょっと、あさっては理科をめちゃくちゃ時間取ってやりたいと思いますので、理科してない人が多いみたいですね。行きます。60分の1秒ごとに打点する記録帯まで運動を記録しました。はい、AB 間何秒ですかっていう話で、こう数えるしかありません。すいません、数えましょう。AB 間。で、何を数えるかっていうとね、点と点の間を数えてください。点と点の間を数えてください。点を数えちゃダメです。点と点の間を数えます。はい、どうぞ、数えてください。点と点の間を数えるんですよ。12ありそうよね。12よね。ですか？はい。で、1打点。点と点の間が60分の1秒台ね。それが、あ、ごめんね。それが、12個集まったんだ。はい、式変えてください。式変えてください。60分の1が12個集まったんですよ。数学できる人できますか？いいですか？はい、約分したら何ですか？5分の1ですね。5分の1ですね。でも、理科はね、申し訳ないけど、小数で表せって言われちゃう。なんか知らんけど。数学は分数 OK なんですけど。理科はできるだけ小数で表せ。だから何秒ですか？ 0.2 秒です。はい、こちら 0.2 秒です。OK ですか？ね、1打点が60分の1、それが12個あるので12倍にしましょうってことですね。はい、じゃあ次。速さ。速さは何を何で割ったらいいんですか？うん、道のりを時間で割ったらいい。じゃあ道のりって何センチこれ。32なんよ。32を 0.2 で割ったらいいですよって話です。いいですか？頑張りましょう。はい、ラストですから頑張りましょう。32を 0.2 で割ればいいですよ。32を 0.2 で割ってください。ですね。はい、そしたらいくらになりますか？だよね。はい。そう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 。焦げしよったやん。小数点を1個切り上げる代わりに0こっち側にこう持ってきてみたいな感じでしよったね。ですね。たら、160cm/s。ね。OK ですか？で、とにかくみんなが間違いやすそうなところをしっかり取らせる自信はありますので、とにかくワースを持ってきてください。お願いします。ですね。で、ちょっと重いでしょうけど、あっちの方もね、どこら辺の映像を見たらいいとかも言いますので、ウィンパスも一緒に頑張って持ってきてください。とにかく、まあ、この中で東とか顔に行きたい人多いと思うけど、先輩たちのバッグ見てください。めちゃくちゃ汚いっすよ。ちょっと頑張って両方持ってきてくださいね。すごいね。はい。よしよしよし。OK です。OK です。はい。じゃあ、明後日も近くは一緒に勉強しましょう。
よろしくお願いします。では、終わります。一緒に、下とか、この時、自分だとわからない。ね、ちょっとね。はい、じゃあ終わりましょう。はい。はい。よっしゃ。よっしゃ。